皆さんこんにちは、打楽器奏者の新野正幸です。第6回目のレッスンはアクセントをマスターしようです。アクセントとは音符の上についているこのような記号のことです。その音を強調してという意味になります。右側が通常のアクセント、左側がウェッジアクセント、いわゆる山形アクセントです。山形アクセントの方が通常のアクセントより効力が大きいと覚えておいてくださいね。またアクセントを説明するときにその音を強くという言い方もできるのですが、ただその音を強く叩けばいいというものではないため、私はその音を強調する、つまり目立たせるという意味でアクセントを使っています。まずはこのリズムを叩いてみます。この動きを細かく分析していくと、レッスン5でも取り上げた4つのストロークの中からダウンストローク、タップストローク、アップストローク、この3種類のストロークで構成されていることがわかります。これを意識しながらもう一度聞いてみてください。ダウン、タップ、タップ、アップ、ダウン、タップ、タップ、アップ、ダウン、タップ、タップ、アップ、ダウン、タップ、タップ、アップ。わかりましたか？それではスナッピーも挑戦してみよう。スナッピー、アクセントとその他の音の差があんまりないね。どうすればよりアクセントを強調できると思う？ん？その音を強く叩けばいいって？確かにそれも正解なんだけど、それだと乱暴な音になってしまうんだよ。他の方法はないかな？ん？その他の音を弱くすればいいって？よく思いつきました。正解です。アクセントはその他の音を軽くするという認識でいるとうまくいくよ。さあやってみよう。さっきよりもずっと良くなったね。またこの練習をするときにとっても大切なことがあります。それはアップストロークが力まないようにすることなんです。さあ僕のお手本を見てみようか。このようにアクセント以外の3つの音は同じ音なんだ。つまりタップストロークとアップストローク、動きは違うけど音のニュアンスは同じにしなければいけないんだよ。わかったかな？それでは練習です。まずこのパターンを一緒に演奏していきましょう。1 2 3 4。はい、ダウン、タップ、タップ、アップ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 。うまくできましたか？この練習をしていて気づいた人も多いと思いますが、アクセントは高い位置から落とすダウンストロークで演奏されているんです。そのためアクセントの一つ前の音はアップストロークにする必要があります。この法則を覚えておくと、どんな場所にアクセントがついても正確なストロークで叩くことができるんですよ。次はこのパターンです。1 2 3 4。はい、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、タップ、タップ、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、タップ、タップ、アップ。うまくできましたか？続いてはこちらのパターンです。1 2 3 4。はい、ダウン、タップ、アップ、ダウン、タップ、アップ、ダウン、アップ、ダウン、タップ、アップ、ダウン、タップ、アップ、ダウン、アップ。うまくできましたか？続いてはこちらのパターンです。ここで初めてフルストロークが登場します。このパターンでは2回連続で
アクセントが続いているので、このような時にはフルストロークを使いましょう。それでは行きましょう。1 2 3 4。はい、ダウン、タップタップタップ、アップダウン、アップフル、ダウン、タップタップタップ、アップダウン、アップフル。うまくできましたか？次は左右交互のパターンを演奏していきましょう。聞き手から始めましょう。1 2 3 4。はい、ダウンタップアップタップ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 。うまくできましたか？細かく動きを見ていくと、聞き手の動きはダウンアップダウンアップ、そして反対側の手の動きはタップ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 、ずっとタップなんです。この動きを組み合わせることでダウンタップアップタップダウンタップアップタップ、このような演奏になるんです。それでは聞き手と反対側の手から始めてみましょう。1 2 3 4。はい、ダウンタップアップタップ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 。うまくできましたか？最後は3連符のパターンに挑戦してみましょう。まずは聞き手からです。1 2 3 4。はい、ダウンアップタップ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 。続いて聞き手と反対側の手からもトライしましょう。1 2 3 4。はい、ダウンアップタップ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 。うまくできましたか？それでは今回のレッスンのおさらいをしていきましょう。1、アクセントは強くではなく強調、目立たせるという意識を持ちましょう。2、アクセントを叩くときにダウンストロークで叩く必要があります。そのため一つ前の音はアップストロークになります。またアクセントが連続している場合はフルストロークを使いましょう。今回のレッスンはここまでです。チャンネル登録・高評価ボタンを押していただけますと動画制作の励みになります。それでは次のレッスンでお会いしましょう。さよなら。